こいつらはマスターが言っていた魔物アンバースとか言ったか。おや、お前はどうして眠っていないんだい？この国の者はみんな眠りについているはずなのに。何者だ？私はマレフィセント、この国の新たな主だよ。お前こそ見かけない顔だが、どこの誰だい？俺はテラ。そこで魔物の襲撃を受けたが、この国ではいつものことなのか？あんな悪趣味な魔物どうとでもできる。放っておけばいいのさ。悪趣味か。同感だ。ところで、人を探している。ゼアノートという名前に心当たりはないか？聞いたことがないね。お前と同じよそ者かい？おお、そういえば城から見かけない男が出てきたよ。そいつは城で何をしていたんだ？さあね、私はすれ違っただけだからわからないよ。気になるのなら自分で調べてきたらどうだい？城はこの橋を渡った先だよ。感謝する。そいつは確か光を閉じ込めたとか言ってたよ。城にある光といえばオーロラ姫のことかね。わかった。
俺はこの感覚を知っている。一切の闇を持たない純粋な光の心、この心を集めればどうなる？七つの純粋な光の心、それを集めれば全ての世界が手に入るのさ。この世界だけじゃない、外の世界も含めた全てをね。どういう意味だ？お前が持っていた鍵、キーブレードとか言ったかね。なぜキーブレードを知っている？それでないと心は手に入らない。答えろ、マスターゼアノートはどこにいる？欲張りすぎだよ。それ以上知りたければオーロラ姫の心を取り出してからだ。そんなことを俺がするとでも？ああ、お前は従うはずさ。見えるよ、お前の心に眠る闇が。俺の心に闇など。抗うのはおやめ。もうお前は自由なんだ。
私は眠りを操ることができる。お前の本当の心を目覚めさせてあげるよ。闇は誰の心にも必ず潜んでいる。闇は悪だ。世界に闇は不要。闇を滅ぼせ。心の奥底に闇を閉じ込めるのだ。これだよ。これが欲しかったんだ。あの男の言ったことは嘘じゃなかったようだね。俺は一体俺に何をした？何をさせたんだ？私はお前に何も命じていないよ。ただお前の心の奥に眠る闇をほんの少しくすぐってやっただけさ。なんということを。ベン。そうだ、ゼアノートの行方が知りたいんだったね。あいつがどこへ行ったかはわからない。闇をまとって消えちまったよ。キーブレードは心を集めるのに必要な鍵だそうだね。どうだい？あと6つの光の心を集めて、私と一緒に世界を支配しようじゃないか。勘違いしているようだな。俺は世界の秩序を守るものだ。フン、アンバースとか言ったかい。どうやら秩序が乱れているようだね。覚えておくがいい。お前の心に眠る闇は力なんかじゃ抑えつけられないことをね。さあ、お前の役目も私の役目も終わったよ。さっさとあの男の後を追うがいいさ。待て！てぇ！このままでは城ごと潰されてしまう。まずはアンバースを倒さなければ。
俺の心の弱さが彼女の光を奪ってしまったのか。すまない。今の俺では君の光を取り戻せない。闇に屈しない力をつけるまでは。マスターゼアノートはなぜ光を閉じ込めた。純粋な光の心を持つ者を追えばその真意がわかるのか。闇を持たぬ純粋な光の心を七つ。じっくり取りかかるとしようかね。